お客様理解なんですけど初心者・初級者ってどういう人なんですかって,ってこれが多分今日一番重要20代30代の女性で結婚しなくて自費で海外に行けるお金を持っててインスタやってて学生ぐらいしか行ってないこれはですねほとんどの20代30代がこれなんじゃないかって思うんですよねもっとおしぼるんかおそらくお客様として解像度がないっていうか見えてないんですよね自社のお客様が誰かが分かってないこの人たちが どういうことを考えているんですか?」って話と、うんえっと、どういう点がこの人たちの問題を解決をニュートでできるんですかってことをこういう人たちが自費で海外に行けるとは言っても、えっと、一定の予算多分決まってるじゃないですか、うん、そんなにバン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 行けませんよねと,、うん、とかあと多分 LCC で行きたいとかっていう話とかあると。 時間もそんなないですよねとかって言った時に実はなんか行ける国もまあそこそこ限られてるよねって話であったりとかあとなんか簡単か簡単じゃないかっていうことより安さがま,あまず重要だしさっきパッケージツアーに飽きたらって言ったんですけど僕ちょっと思ってたのは初心者の人たちは初級者の人たちはパッケーージツアがが怪しいと思ってる気がする気すすんですようんなんか楽かもしんないけどんなんか余計な。 うん、なんかここも行かないといけないとかなんか組み込まれてたりするじゃないですか、うん、僕も卒業旅行でタイ行った時当時パッケージツアー着きましたけど、うん、あの行きたくもない自社仏閣をめちゃくちゃ回ったんですよね。うんうん、っていうイメージがあるんですよ。と、うん、いうことでパッケージツアーっていうのはあの飽きる飽きないってのもありますけど実はなんか無駄があるんじゃないかっていう思ってるかもしれないちょっと僕のこれ仮説ですけど。うんうん、っていうことをですね考えていく。 ことですね、うん、そうするとそれこれニュートで解決できますみたいなことをやっていくっていうことがマーケティングにおいて重要なんですよ、うん、先生でもそのマーケティングの考え方としてすごいペルソナですよねペルソナですねこの今回学この前学んだんですけど、はい、ペルソナぐーってしすぎるとこの周りのちょっと違う人を取りこぼすみたいなことはないんでしょうかあ、すごいめちゃくちゃいい質問ですねありがとうございますまあこんな感じで考えていっていただきたいなとまあペルソナって言葉が正しいかわかんないんですけど、うん、まずここですね ここれを見つけましょうっていうこといですで。この人っていうのは世の中にたくさんいますよねっていうようなここを見つけないといいいいととけななうことを言っています。なんであのペルソナっていうのは何なのかっていうとですねあのめちゃくちゃ細かく一人の人間の解像度を上げていくってよく言うんですけど、えっとまあ、それも一つ正しいんですけどそうじゃなくてですね世の中の人が潜在的に持っている意識を えー、一番顕在化して持ってるような人を見つけるってことなんですよ。すうんはい、なんで今日ちょっと聞けないですけど、うん、これ一番いい手法はですねニュートンのロイヤルカスタマーにめちゃくちゃ話を聞くってことなんですよまず。な、うん、なんで買ってんんんです、ね、なんでででっっててすすかかと、うん、いうと価格で買ってるんですかもちろん価格で買ってるかもしれないですけど、うん、いろんな理由が出てくると思うんですよね。うん、顧客理解がなぜ重要なのかっていうとですね多多くくのの会社多くのサービスにおいてですね 流行るサービスにおいて起こることは自社が想定していない使い方を使ってたりとか自社が想定していない見方をしている人たちがすごい多くなってくるっていうことがあったりするんですよ。なのでこのよく「N1」とかって言いますけど一人のお客様をまず理解しないといけないなので今これってこの辺なんですよねたくさんいるこうたくさんいるそうですとでここを理解してもえっと分かんないんですよね打ち手がたくさんあるんですよ やるやらないといけないことが五個六個出てきちゃうんですよね。ここをターゲットにしちゃうとか先。先生、でもでもいっぱいアンケートとかや,やるじゃないですか。実際使ってくださったお客様に聞く聞きますよね。で、その平均値を取ってそこっていうのは違うんだろうなと思うんです。一番上違うといます。違いますよね。平均値平均点ではないですよね。そう,そうすると例えば少なく考えて十人あのアンケートを取って使ってくださった方に。で、この中の十の中で。 どれがそのトップにいる典型的な人なのかっていうのはどうをピックアップすればいいんですかえっとこれはですね、うん、まずそうなんじゃないかっていう仮説が ABCD って出てくると思うんですよ、はい、インタビューとかしたら、はい、世の中の人が何パーセントの人が A を選びました B を選びましたってこれ調査で出るんですよなので仮説を作るでそれを調査に当てれば何がいいかって分かりますっていう、うん、とので、はい このな,んかなんとかっていう仮説がいくつかあるのでちょっとウェブで試してみようっつって、うん、よかったものがよかったですねっていうことだったりするってことですね。うん、なのでこの仮説を持つってことが重要で今日ですねちょっとその趣向を凝らしてアンケートをですね、はい、取ってみようとこの場ででですかこの場で取ってみようと思っていますえどうやって取るんですかえっとですね簡単に取れる仕組みをちょっとですね、あのー、持っていまして<ー>これでちょっと取ってみようかなと。 で競合っていうところ王手代理店じゃないかって話がちょっとあったんですけど海外旅行に行かない理由って何ですかっていうのをちょっと幅広く今日取ってみようかなと、はい、4つぐらいちょっと聞いてみようかなと思うんですけどえそれ誰が答えてくれるんですか アンケート調査に答えてくれるんですよで30分か40分ぐらいにちょっと結果出るんで結局あの会議されるじゃないですか、はい、で会議して私はこう思う僕はこう思うとかって皆さんおっしゃるんですけどそれって解釈なんですよね、うん、皆さんの気持ちや解釈これすごい重要なんですけど、うんえっと、事実を聞いた方が話早くないっていうことってあるじゃないですか。 まあ悩んだら一回お客さんに聞いてみようってこれもマーケティングででそうなんですよ本当おっしゃる通り、いりこの前取った学生アンケートはまあ学生限定でしたし数もまあそんなたくさん取れなかったんですけどそれでも本当にアンケートを取ってみた結果と私の解釈の齟齬がすごくあって、うん、なるほどって勉強になったのでそれ、ちょっとぜひお願いします。 で今、海外旅行に行かない理由なんですか行きたくない理由なんですか、うん、っていうのをちょっと取ってみようかなと思うんですけど、うんうん、まずは高そそううだかからですか、ね、そうですすねね調べたんじゃなくて高そうと思っている方がすごく多い印象があるんです。ですねうん、あとコロナ関連でこう今行けるのかどうかがわからないみたいな。あ今行けるのかかわらない、うんうんうん そうですね。出入国手続きがめんどくさいとかその辺を思っている方が多いです時間が取れないからといもあるんですかねもうあると思いますあのその方によっては、うん、あと衛生面もありますよねそうですね、はい、コロナ感染が具体的に具体心配だという方もいらっしゃると思います行ってる人が少ないからみたいなのってあるんですかね <laughs> あ、周りの目っていうのもあるんですよ今やっぱコロナで今行くのみたいなことを割と言われる、はい、で結構学生旅行とかでも 行ける子なのか行けない子なのかを声出して聞きにくいとかもあるみたいで行きたい国がないからとかってあるんですかね、まあ、もとあ,あ,あとは国内でいいやみたいな人は、はい、あ国内でいいやそうですねこれで6個で高そう行けるかわからない出入国時間が取れない衛生面が不安で行ってる人が少ない周りの目が気になる、うん、国内でいいと思ってる、うんうん、これでいきましょうかはいあ楽しみ <laughs> 初めて <laughs> これで それ実際お願いするといくらなんですか？多分二三万ぐらいだと思います。あのこれぐらいの数だと。何人ぐらい答えてくれるんですか？えっと今回百人しました。すぐちょっと出したいので。<ー>はいはいじゃあえっとこれはちょっと一旦後でまた出していこうかなというふうに思います。はいうん、で平均点じゃないんですよこれって。平均点とちょっと違うんですよね。平均点を取るとあの本当になんかそんな人世の中に存在しないみたいなことになるんですよね。うん、なんで一人にまず最初に絞りたい。 一番その会社にとって選ばれたい人って誰なんだとこれが旦那さんかもしれないし、うん、息子かもしれないし娘かもしれない、うん、それでいいんですよ最初は、うん、でもその人に向けて商品を作るとなんかイメージしやすくないですか、うん、例えば僕はですね今伸ばせるって会社やってるんですけど、はい、自分が欲しいものしか作ってないんですよ なぜなら自分がマーケティングの責任者でもあるので自分が欲しいものを作ったら売れるんですよ、間違いなくなぜなら僕のような思考を持った人は別に世の中にたくさんいるはずなんですよね、一人じゃないはずなんですよ。でもその多部さんがちょっと変わってるかもしれない変わってる可能性もありますけど僕が思ってる売り上げを伸ばしたいとか効率化したいっていう思考はそらく誰しもそれがこのラインですね。 でこれを考えていくなんですけど最初ののドミノターーの一歩誰なんですか、うん、でこれをやんないと例えば1話目になんか三浦さんとも話をされてたりとかしてたんですけど、うん、結局いろんなことを採用広報しないといけないとか、うん、えユーザーを伸ばさないといけない、うん、有名にならないといけないっていうことと結構似ててまばらになっちゃうんですよね、うん、ターゲットが広いと。うん、だってこの人たちが欲しい商品って多分もういく,いくつでも思いつくので、うん、じゃなくて本当にこういう人に選ばれたいんだっていうこと。うん 例えば今めちゃくちゃニュートを初期から使ってくれている人がいたとしたときに、はい、この人は何で使ってくれているんですかっていうことうで分かってます今分からなくなってしまいましたなんだと思ってたんですかむしろえっとお得がスタートだと思っていましたうん、うん、あとお得なのと,あと初期に使ってくれて何回も使ってくれたような方はもともと海外旅行がすごく好きというところと まあ、新しいもの情報に敏感であるっていうところを持っている方かな？というイメージはありました。うん、ここにしかないツアーがあるってことなんですかね？もあります。それで分かりやすいですよね。うん、ニュートにしかないものがあるっていうこと。はい、そうなってくると結構面白くて、うん、こういうことをインタビューで聞いてたり聞いてたりするんですけど。うん、例えば旅行に行きたいから、えっ、ー、とニュートを見てツアーを検索してるんじゃなくて。 ロイヤリティが高いいユーザーザっていうのはニュートをなんか結構日常的に見ててなんか安そうとか面白そうだなと思ったら海外旅行に行こうってなってるみたいな人がいたらそこが選ばれる理由になったりするんですよ。ってことはなんかその人からするとニュートを見ると海外旅行に行きたくなるとこれが一つなんかちょっとコンセプトっぽくなってきてニュートって何なんですか あの見てると海外旅行に行にきたくなっちゃうアんでなんですか?」つって「いやニュートンにしかないパッケージツアーもあったりあとめちゃくちゃゃくくとにかく安いんです、うん、あと写真が結構きれいにあって、うん、なんか見てると行きたくなっちゃうんですよね」みたいな、うん、使い方も簡単だしなんかすぐ寝る前にちょっと見て行きたくなっちゃうんですよねみたいなうん、うん、のがこの人から なんか出てきたとしたら、うん、ニュートン見ると海外旅行に行きたくなるって言われたらちょっとなんか見たくなる人結構いるんじゃないんですかっていうようなことなんですよしたらあこれ結構コンセプトとして使えるよねっていうことをやっていくっていうのがですね N1 マーケティングというかペルソナマーケティングっていうか一人のお客様をえっと大事にしていくっていうようなことただちょっと質問なんですけど、はい、その 一つの例としてニュートンを見てて夜見てたら行きたくなっちゃうんだよってお客様の声を聞く、うん、そうするとそのお客様の解像度を上げていくとそのニュートンの中身をどん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 こう海外行きたくなるようなカタログ的なかっこいいいいものにしていくじゃなでも他方で他の N1 の人はやっぱりすごくお得で海外旅行をしっかりと比較したらここが安かったからニュートンのアプリをダウンロードしたっていうお客様もいるかもしれないじゃないですか。うん そっちに焦点を当てたときにこっちを無視しちゃっていいんでしやいやそっちはですね POD って言ったじゃないですかこれって覚えてます差分差別化ですねポイント・オブ・ディファレンス他社にないポイントとあともう一個あるんですよ POP っていうのがあってポイント・オブ・パリティっていうのがあって必要最低条件みたいなことですねその業界において必要最低条件多分安いとかは必要最低条件だと思うんですよ ただ差別化にはなりませんよっていう。例えば牛丼食べに行くときに、安高い千円の牛丼はもう絶対流行らないじゃないですか。あ、もうクリア、わかりました。はい、そういうことですね。だから必要最低条件だと、うん、例えばすき家さんって会社があるんですけど、みんな牛丼は安いんですが。すき家さんだけ数年前から家族で行ける牛丼屋ってずっと行ってるんですよね。うんはい、でテーブルも置いてて、はい、カウンターはあんまりないんですよ。うん、だから家族で行くなら、おそらくすき家一択なんですよ。 今皆さんのイメージって、はい、我が家もそうです,うですよね。はい、で吉野家は多分美味しいんですけど、うん、ファミリーがちょっと生きにくいっていう。でこれがあの P.O.D. になってるんですよ立ち位置上の、うん、ってことで価格とかは正直多分もうあってしかるべき。逆に言うと価格そこはしっかりともうベースとかもう基礎ういやもう当たり前のように抑えておく。そ,その上で何が違うんですかってやるとわかりました今わかりました。したでそうするとですね過去から使っていただいているお客様がいた時に。うん すごいプロモーションを今したわけでもないでしょうし、うん、めちゃくちゃニュートが有名なわけでもない中で、うん、JTG もあれば HIS もあれば、うん、エアトリもあればスカイチケットもあればっていろんな中でなぜかニュートを選んでずっと使ってる人がいるんですよ、うん、これわかりますなぜか確かにこれはめちゃくちゃヒントなんですよ今まさにやってる使ってくださったユーザーへの調査ここ全力でやるべきですね、うん、そうなんですよ こかがだって会かよく分かんないんですけど大木さんは本当に自信を持って今おっしゃられましたけどとはいっても有名な会社や安い会社あるじゃないですかたくさん。だけどなんかずっと使ってくれてるなって人ってどんんなサービスにもいるんですよね。その人っていうのは何か特別な理由があってやっぱり使ってるはずなんですよ。 もしかすると理由なくめちちちちゃゃゃく使使っっっててて気持いいいから使い続けちゃったってケースもありますよね、うん、その場合はあ使いいい勝手がやっぱめちゃくちゃゃく、うん、だしその人が実は海外旅行に初めて行った人だったら、うん、ニュートしか使えなくなっちゃったみたいな状態になってましたみたいな人だったらうん、うん、それも一つコンセプトになりますよね。うんうん、それこそなんか日本で一番使いやすいアプリとか,、うん、か3クリックで行けちゃうとかちょっと分かんないですけど、はい、そういう簡単さを打つっていうのもあったりするんですけど、うん、こういうようにちょっとその。 どこにでもいそうな人を対象にしちゃうとですねいつまでたっても今みたいな具体的な議論にならないんですよねまさに平均点を追っちゃうんですよね。安くてスマートで簡単っていうまあ確かにそうだよなっていう、うん、オール3みたいなサービスしか作れないんですけど、うん、5点どこで取りますかっていうことこれを決めることが、えー、マーケティング上もすごい重要だと、うん、ういうことですと。 いうことですね。うん、はい。じゃあ最後にですね、ちょっとまとめをしていこうかなと思ってるんですけど、その前にですね、アンケートが出ました。お、どうですか、どうですか。えっとですね、このような結果になっていてですね、ダントツナンバーワンは国内,いい国内でいいと思っているが41、四十一パ。今は高そうだからよりも、まあ全然高い数字で。だけど結局今は高そうだからプラス国内で良いと思ってるっていうのをプラスすると。 60超えるんです,です、ねはい、だから結局、実際に調べてもらっていないのに価格が今、高いでしょ国内の方がいいでしょ、うん、って思っっちゃってるそうですねこれでいくと国内で良いと思っているっていうのは何でなんのかというと、うんまあ、な海外は高そうっていうことが結構強く出てきている。という,んうんうね、ってことは結構見えてきたんですけど競合は何ですかね国内旅行だ国内旅行なんですよ。 海外旅行じゃなくて、競合は jtb や h s でもなくて、うん、国内旅行だったっていうことですね。はいはい、ってことは国内旅行に勝つために今ニュートができることが何なのか、一つあの企画書を作っていまして。あそうなんですね。はい、むしろ安い。海外旅行っていうので、はい、今インバウンドが一気に戻ってきている中で。 国内ホテルっっってていううのががが価格がもう上がっちゃってるんですよね。で、そうなると韓国旅行と沖縄旅行とかを比べた時に実はもう韓国の方が安いんだよみたいなところがあまり知られていない。うん、でさらに博報堂とかが発表してる2023年の予測とかでも「アンキンタンっていうところに注目が集まるから、うんまあ、東南アジアとかアジア圏の近いところの海外旅行のツアーの訴求を していきたいでさらに台湾韓国でさらにもうちょっとして香港が空いたりとかしたらその辺を力入れたいなっていいふすねいいですね。いいですね,いいですねなんでここまで結構見えてきたのでちょっとインタビューが今できてないんですけどえっとアンケートで今さっきこれ「エミシーって検証って言ったんですけどこれが何なのかっていうと今国内旅行が行きたくないっていうかその 今多分ニュートを選ぶ人がいたら国内旅行も魅力的だけどニュートで選んだら国内より海外の方が安いいいいここととに気づいている人だったかもしれないってことですね今これをもしかしたらあの企画上はあのそうなんじゃないかって考えたってことだと思うんですけど、うん、これをこれぐらいの時間で考えて出し続けるっていうのはですねマーケティングの能力なんですね。 なのでいろいろやって右を左往した結果出していくんじゃなくて今みたいなフレームを使ってですね、うん、ここなんじゃないかともう国内に勝てると国内旅行はこれだけ増えてるんで逆に国内飽きてる人多いんじゃないかとか、うん、今、海外行った方が実は国内より人少ないですよみたいなことっているじゃないですか。はい、っていういろん,んなアイデアが出てくるんですよね。ということで最後にですねコンセプト。 はいですね、ニュート、じゃあ一旦どういうコンセプトでやっていきますかというのをです、ね、最後にちょっと考えていきたいなというふうふに思っています。でここにはですね僕、フレームがあって一つが、はいえっと、なぜニュートって存在してますかということですね。うん、誰の何の何ために存在してますかこれってあの一応、新しい旅行をデザインするというビジョンがあると思うんですけど、そ、うんまあ、らくそれかなと、はい、で次にあの今日散々行言ってきた、ですねだ誰がお客様ですかという点ですね。 でそのお客様が、えっと、次インサイトって言われてるものなんですけどどういうことを考えていますか、うん、でその人に選ばれるワットって何ですかってことですねこれはだから簡単スマート便利みたいなことなんですけど、うん、これを「あのバリュ」ーって言われてるんですけど「価値」に置き換えないといけないこれがめちゃくちゃ重要なんですよ。<ー>簡単便利っていう「スマート」って言ってるんですけどそれってお客さんからするとな何が価値なんですかって話で。うん 簡単便利だと何が良くなるんですかね？ユーザーのお客様にとって。時短時短とかですよね。はい、なんか忙しい人にとっては時短ですよね。はい、とか、えー、ニュートで選んでおけばもう考える必要ないから悩まないみたいな。うん、もう間違いないみたいな。だ、うん、から、そのバリューっていうのがあります。で、これをですね。書いていただいた後に最後コンセプトです。一言で言うと何ですか？ じゃあニュートって一言で言うと何ですかを今日いくつかちょっとキーワード出てきたんですけど、はい、えっと決めていきたいな、はい、まずそのこの部分な,んなぜこうニュートって何で存在してるんですか誰の何の何ためにいるんですか新しい旅行を作るため新しい旅行を作るんですよねこれはおそらくそうですよねでこれすすごい重要なこことでれがあの差別化のポイントになるんですよ。多分これがあるから えっと、大木さんも入社されたんだと思いますしいろんな従業員の方もそうだと思うんですよね。言いった時に新しい旅行を作れてるのかっていうことは <laughs>、はい、やっぱり全ての PR においても重要視された方がいいと思うんです私たちがやってることは新しい旅行を作ってるんだっていうことに必ずこれは入れた方がいいと思うんですよね。だからこれは必ずですね、うん、もう本当にあの机の前に貼っといていただきたい <laughs>、はい、あります <laughs> 常にこれを思い浮かべてやっていただきたいで、ねはい、で今日ですねいいいろろ考えてっード ターゲットお客様誰ですかっていうと、うん、誰に設定しましょう友人の玲子にしようかなと友人の玲子さんですね、はい、まあどうでもいいんですけど僕の,あの嫁も玲子って言わなんですけど測らずも, <laughs> 計らずもはいその人が思っていることっていうなんか深層心理っていうのは何ですかね、うんうん、こんなことに課題を持ってるとかこういうことをしたいと思ってるっていうその海外旅行に対しての気持ち思いみたいなことですね なんかおしゃれに旅したい。おしゃれに旅したい。またちょっとふわっとしましたね。おしゃれに旅したい。<laughs> もうちょっと具体的にしましょうかこれ。なるべくニュートンにしか解決できない課題にした方がいいんですよこれ。だから友人の玲子さんは選んでるんですけど。玲子だったら忙しいんです彼女。忙しい。忙しい。はいはい。で。 比較検討してネットを使いこなして比較検討する能力もあるんだけれどもそれは面倒くさくて間違いのない選択肢があるところで間違いのないものを選びたいだからといっていくらでもお金がかけられるわけじゃなくて日ででおしゃれにに韓国に行きたいんですよね彼女はき間違いのない韓国旅行をしたい、はい、お旅行歴はどれぐらいのことなんですか えっと旅行は結構彼女は結構好きでえっ、ー、とこれまで十回ぐらいは海外には行っています。うん、でもう様々海外は行ってきたんだけれどもコロナ明けまだ行ってません。久しぶりに韓国ぐらいから行きたいな。この人は初心者初級者なんですかね。初級者。初級者ではあるんですね。はい。なんか今聞いてて思ったんですけど、海外旅行の回数が初級者じゃなくて、うん、これの定義って。 コロナ明けでまだ行ってない人ってことですね。ああそうですねなんか僕思ったんですけど、はい、コロナ明けって多分海外旅行初心者なんですよ皆さんもう戻っちゃってるんですよね、はい、超上級者を戻って,てますよ、ね、超上級者の人はすでにワクチンもたくさん打ち、うん、海外旅行にもハワイにすでに行っちゃってるんですよ。はいはい、なんですけど今まだ結構行けてないんですよね、うん、だから結構そこの層は大きいターゲット層は大きいと考えていいでしょうかそうでですねだからコロナ明けで 初めて海外に行けてない。行けてない。が、前は行っていた。そこそこ行ってたと。はい。この人いいと思いますね。はい。こんな人結構いると思います。はい。そうしたらこの人たちが何なのか今めちゃくちゃい,いキを出たんですけど、うん、コロナだけで初めて海外行くなら韓国っていうのはすごいいいと思うんですよね、うんうん。なんでそうなんですか。なんでコロナだけで初めて海外行くなら韓国なんでしたっけ。もう明らかに価格を見てもあと期間を見ても、うん、あそれこそ安金短だと思います。うん アンキンタンですね。揃っているのが韓国で、しかもコロナ禍で韓国エンタメに触れる機会が家で多くて、ネットフリックスで見てしか見てなかった韓国の世界に行けるみたいな部分も大きいそうかなと思います。ちなみにアンキンタンの旅行に行きたいんですけど、か、うん、国内はレイプさんは行かれてるんですか？ああ、もうちょこちょこ行っているので、はいはいはい。だからやっぱり国内はちょっと。 もしかしたら空き始めてのかもしれないですねもうそろそろ海外行きたいっていう、はあ、いいですねいいですねすごいいいのが出てきました、はい、新しい旅行を作るというのがちょっともう絶対忘れられないんですけどその上で、えっと、友人の玲子さんはコロナ明けで海外にいは行けてないと、うん、ただ前はそこそこ行ってましたなんでそんなになんか海外にすごい抵抗感があるわけじゃなくて、はい、開けて行ってないからもうちょっと初心者っぽくなってきるっていうか、はい、あ,あとものすごい面倒くさいって言ってました もう手続きがですねいろんな手続きが帰って来れなくなるとか閉じ込められたりする場合あるじゃないですか最近まだまだっていう怖さがちょっとあるんで安くて近くて簡単な旅行に行きたいそしたらアジアだとコラン国しかないよねって話なんですよねコロナ禍で初めて海外に行くっていうニーズに対してニュートが提供できることって何ですか価格お得と簡単だと思いますお得と簡単 出入国の手続きが本当に嫌になっちゃうのでそこのこうアプリがサポートしてくれるとかなるほどそれいいですね必要な時にちゃんとパスポートは取ったとか Q コード登録した、うん、聞いてくれるんです、アプリがうんだからこの簡単ということですよね、はいでまあ、当然安いですと、はい、安いというのはもう当然ですよと、うん、で差別化なんですよね、差別化って何ですかね、今日ずっとやってきたポイントというと。 出入国サポートは差別化ににななるんですか他社にないんでですすかか他社いアプリだけであそこまでやってくれてやることリストっていう機能があって海外久しぶりに行こうとする時にネットで1回調べなきゃいけないそこの調べれば出てくるんですけどそこに1回行かなきゃいけないのともうすでに予約してるアプリの中にそれがパッと出てくる行き先によってパッと出てくるのはやっぱりこれはもう全く似て非なるものだと思っていてそこは。 絶対に価値はあるとそれると一言うと何なんですかね出入国サポートともう一個やる,やることリスト。やることリストってことはあの価値が何なのかっていうと「アンキンたンの旅行に行きたい」が「コロナ明けでまだ行ってない」うんえ「国内旅行は飽きた」ってことはおそらく「海外に行きたい」と思ってるけどこの「 なんか行くのがめんどくさいとか、何すればいいのかが今わかんなくなっている。まあ要は昔とルールが変わってしまったので、うんうん、はい。だからなんかニュートは一緒に行ってくれるめちゃくちゃ詳しい友達みたいな感じだと思う。なるほどなるほどなるほど。そういう友達と二人で行くと楽じゃないですか。これやったとか、うん、その子に全部聞けばいいから。海外旅行,旅行に詳しい友達だと、うん、で友達なんで安いツアーも知ってるし。うんはい 近場の穴場も知ってるしさらにマガジン機能っていうのがあってその韓国に行くとここのおすすめですよっていう今度ウェブ記事をパッと送ってくれるんですよ、はい、だから向こうで行った時もそれ見て旅行すればいいので今ギいてで思ったけどなんじゃないですかね、うん、あはい、はい、だってめちゃくちゃ上級者の人といったら安心じゃないですか安心何でもやってくれるから。 なんかこれはすごい独自性あるなと思いました。うん、海外旅行に詳しい友人と行ける安心感があるアプリなんです。うんうん、なぜなら、出入国サポートやることリストがあって、うん、安いってのはもう当たり前で安いんですよっていうことですよね。なんかこれ今本当にまとまってきたなと思うんですけど、うん、最後ですねこれをじゃニュート十五秒ぐらいで簡単にさっき流れて <laughs> あのエレベーターピッチって言うんですけど十五、はい、秒ぐらいで説明してください、うん、ニュート十五秒であの僕をニュートに えー、使いたいと思わせてくださいっていうのをですね、うん、書いていただいていいですかじゃあーでもダメって言われちゃうん、あーでもやっぱでもそうなんだよな<あ>日本で一番簡単に海外へニュートと行けば間違いなし ありがとうございます。いやでもいいと思います。すごいこう PR でこれまでやられてきたその一番っていう要素が入ったりとか、簡単っていうのがあったりとか、あのすごいあの、はい、いいと思いました。でですね、あの今日の講義はですね、はい、まこの一連の考えをちょっと学ぶっていうことで、はい、えっとこのコンセプトを決まればですね、PR の施策って結構たくさん決まってくると思うんですよ。で僕があの今こういろいろと聞いた中で、やっぱりちょっと思ったこととしてはですね。 この海外に旅行に詳しい友人だからということ、うん、あとはやっぱり国内旅行に飽きたらとかいうのはやっぱ結構なのかなと思っています、うん、なのでなんか国内旅行に飽きたら、えー、ニュートとかこういうのも分かりにくいんでニュートと海外に行こう。 んかちょっと友達感もあるみたいなニュートと「久しぶりに海外に行こう」っていう「えなんで?」ってなるじゃないですかそしたら「いやいや久しぶりだとこんなこと問題がありますよね」うんうん、みたいな例えば PR で行ってもなんか今みたいな話っていうのがもうその PR ネタになると思うんですよね。韓国の方が実は沖縄より安いであるとか国内に飽き始めている人が実は世の中には今60%存在してるんですみたいなこととか。 今実は国内より海外の方が混んでないんですみたいな、うん、国内のが今めちゃくちゃ混んでて旅行気分味わえないんですいろいろとできる出通入国サポートやることリストもあるんで久しぶりにニュートと海外に行きませんかっていう、うん、久しぶりにニュートと海外行に行きませんか,せんかっていうのをコンセプトにしてくる、はいくっていうとなんか結構いいんじゃないかなと思いました国内旅行がいいよ メディアはは言い続けてきまましたよね最近までは、うん、なんですけど、まあ、ご存知の通り、うん、メディアの方の方がすぐポッと変わるじゃないですか。うん、ってことでそれをニュートンなら安心だしまず安くて近くて、えー、簡単な近場の韓国に行くっていうことから啓蒙していくっていうようなことをする、うんうん、この空気感を作るのが、えー、と PR のことあの,の34ヶ月でやることなんですってことですね。 あの奥さんがぜひ社内で発表していただけるといいんじゃないかなと。いやク加部さんあの逆にこう普段ん加、はい、部さん自身はなんかこういうふうにして生きるといいよみたいなもうちょっと普段の生き方みたいなものを教えてほしいです、えっと、僕はイ子さんですよね、うん、友人のイ子さんっていうのを結構大事にしていて、はいえっと、自分がターゲットになっている商品は 買われるる理由がわかかじゃないですか、うん、だけどまあ僕も42になりますと、うん、そろそろ、うん、っていうとなぜ TikTok が流行ってんのか正直分かんない時があるんですよね。うん、っていった時にそれでもなおなぜ分かってるのかっていうのを分かんないといけない。うん、っていた時に自分は分かんないんで、うん、あるまるさんっていう人を対象にしたりしながら何、うん、で流行ってんのかなとか、うん、流行ってるんだけど、えー、自分に全く興味がないものに、うん、を 研究してなんで流行っているのかを理解し続けるっていうことを結構日常的にやってますね。うん、あはい。誰かに自分を置き換える感覚ですか？そうですね。これいたことかってよく言いますけど、いたこになるっていうか、<ー>になれるかどうかっていうのがすごい,い。乗り移る誰かが乗り移ってくるような感覚ですね。そうですそうです。で、究極系は、うん、あのニュートを自分が選ぶものが作れたら、ニュートは絶対流行るって状態に持ってくれたらもう完璧なんですよ。<ー>私これ欲しいわって思ったら。うん 流行るっていう状態をどう作れるかっていうことはもうユーザーが完全にもういたこになってるっていうかノバセルは今そうなってるってことはノバセルはマーケティングを売ってる商材なんで、うん、僕がマーケティングの責任者でも、うん、あ,あるので、うん、僕が欲しいい商材を作っったら売れるるんんでですすよよ、うん、状態になってるんですよねい、はい、でそこまでいくと、あのー、めちゃくちゃいいかなと思うんですけどなかなか難しいので、うん、じゃなくてやっぱユーザーを常に何かこう理解し続ける、うん、ということが、えー、とすごい重要なのかなと。 いうふうふに思ってますなのでちょっとこれは職業病ですけど自分の家族に対しても、うん、なんでこれ買ったのとかすごいずっと聞いてるんですよね。れいこさんにな、ね、<laughs> <laughs> んでこれ買ったのとか<ー>なんでこれとこれがあるのにこれを買ったのとかういうのをですね常に言語化させてヒアリングをし続けてるっていう面倒くさい旦那もしてるんですけど<ー>、はい、自分の価値観では理解できないことをに触れ続けるみたいなことをしていかないとーあのマーケティングというものは できなくなくくってくる PR もそうと思いますけど、うん、時代の感覚を理解できなくなってくると、うん、自分の解釈っていうか僕これがやっぱりなんか「老害っていうと変ですけど、うん、そこをなんかこうやり続ける学び続けるっていうのがですね、うん、いいんじゃないかなと。でもんか僕もプレスリリースを書くときには、はい、やっぱりか誰か一人に届けばいいなと思って書いてました。っ<ー>っちの方がが当たたること方が多かったですね ここののの知り合いの中であじゃあ今,日今回この人に向かって書こうってだからだから普段の生活の中からあこの人ってこうなのかなとかっていうのを常にスト,ストックがたくさんあるねそうですいろんな、ね、具体イメージのサンプルを持ってればその引き出しを開けるだけなんでマーケターとか PR 担当っていうのはやっぱり社内で一番ユーザーに近い人であるべきなのではないかなと思いますね。とにかく ユーザーお客様の方をちゃんと見てイメージしてやるってことですね,うですね基本は、はい、うん本当に貴重なお時間ありがとうございました毎度ご覧いただきまして本当にありがとうございますやっぱり一人でも多くの方に見ていただけているのが励みになりますもしよろしかったらコメントなども頂戴できると嬉しいですそしてごめんなさいお願いばっかりでチャンネル登録もお願いします